はい、こんにちは、ヨネアンです。さあ今日なんですけども、今角田裕毅選手がミザノサーキットでテストを行っているということで、私もそのミザノサーキット、まあこのゲームでですけども走っていこうかなと思います。まあ、ミザノってね、あの F1 では全く縁がないサーキットなので、ご存知ない方も多いですし、まあ、僕も名前は聞いたことありますけど、どんなサーキットかっていうのは見たことなかったんで、ちょっとゲームで走っていこうかなと思います。こういう視点でいきますかね。一応ゲームアセットコルサ、そこに2020年型 F1 マシンのモッドと言われる追加のね、アセットコルサの公式ではないんですけど配布されている、もしくは有料で販売されている追加のサーキットもそうですし、あと車も追加のデータがね出てるんで、それを勝手にインストールをして、まあコンピューターのゲームなんでね、勝手にインストールしてこうやって追加できちゃうということで、やっていきたいと思います。そのサーキットね、一応 F1 はやってないんですけど、こうやってテストができるってことはグレード 1T は持ってるはずなんですよね。確か2020年の開幕前っていうか、かなり早い段階でアルファタオリが、フィルミングやってましたよね。2020年型マシン使って、ミザノサーキット自体は、MotoGP で使われてるみたいですね。まあ、今マルコシモンジェリサーキットっていう名前がついてるけど、まあね、事故で亡くなってしまったライダーですけど、その名前が冠されているということで、元々はなんか昔はサンタモニカサーキットかなんかっていう名前だったらしいんですけど、それがまあミザノになって、ミザノワールドサーキットっていうのかな。割とまあ一周 4. 何キロで、まあ短いサーキットですよね。4キロちょい、 4.006 だったかな、なんかそんな短いサーキットなんですよね。まあ見てわかる通り非常にフラットなサーキットで、非常にまあレイアウトもコンパクトですね。だから、まあ、F1 のレースをやるのは難しいだろうなっていう感じのレイアウトではありますけど、ちょっと走ってみましょうか。ちょっとこのモッドはダウンフォース少なめな感じはあるんで、実車の F1 マシンだともっと全開でいけるコーナーは多いかもしれないですし、この辺も3速とかでもう少しモッドのスピード高めで回っていくかもしれないですね。ただまあ、 面白くないサーキットでもないから、まあ、ここで1日ずっと走ってテストしろって言ったら、まあ別に嫌ではないかもしれないですね。まあ、これよりも嫌なサーキット多分いくらでもあるでしょうね。
ラとはまた かなりキャラクターの違ったサーキットかなって感じですね。車もそうなんでサードパーティー製なんですよね。だからカセットコルサにもともと入ってるサーキットに比べるとグラフィックも若干劣るし、まあ、車のグラフィックだったり、まあ、挙動だったりっていうのもちょっと劣るんですよね。でなかなかミザノって他のゲームに全然入ってなくて、いろいろ探したんですけどデフォルトで入ってるものって全然ないんですよね。でその中で唯一入ってたのがアセットコルサのこのもう一個新しいバージョン、アセットコルサコンペチオネっていうやつは入ってたんで、それをちょっとやっていこうと思います。ただまあそれは GT マシンしかないので、まあ、あくまで参考程度に、特に見た目上のね参考程度にっていう感じですけど、ちょっとそちらも見ていただければなと思います。はい、こちらがアセットコルサコンペティチオネですね。いろいろモードはあるんですけども、2018年、19年、20年と GT チャレンジ、 GT4 は別売りなのかな。いろんな車が入ってるんですけど、まあ、全てこう GT ということで、まあ、ポルシェでサーキットも、まあ、GT 選手権を行われているこういうサーキットが一通り入っていると。 4226m って書いてありますね。これは入ってました。これはゲームの公式のもので入ってるのでクオリティ感は高いということですね。今マルコ・シモンチェリの写真も出てましたね。サンバルドサーキット KCMG のポルシェで、一応これもいろんな視点があるっちゃあるんですけど、最初は社会視点で行った方がいいですかね。さっきのアセットコルサの元に入ってたものとは違って、あとはレース本番の映像が再現されているということで、さっきと雰囲気も華やかになってますね。だからダブルカーブになってるんですよね。まあ、
まあ、F1 のサーキットでは当時の装備と言われる1段目と2段目に長さの違う隕石を組み合わせてはみ出しをなるべく防止させようというダブルカーブですね。普通の隕石はこの赤白の隕石だけですけど、そうですね、なんかもう F1 だと余裕で全開で抜けられちゃうところが GT3 のマシンだとこういう細かなコントロールが必要になるっていうところもですね。ゲームでもやらないし、まあ、レースで見るのもやっぱりフォーミュラカーが多いんで、あんまりやりたいとは思わないっていうか、もう少しこう、まあ、フォーミュラカーみたいにキビキビ動いてくれる車の方が好きですけどね。ただこのミザノぐらいのサーキットだと GT で走るのも結構いいかもしれないですね。といった感じでミサノサーキットをお届けしてまいりましたけども、いかがだったでしょうか。まあ、普段ね我々 F1 しか見てない人間には馴染みのないサーキットですが、元 GP を好きでご覧になっている方はよくご存知なのかもしれないですけど、まあ、F1 マシン、そして GT3 マシンで走るとどんなんじゃいというのを、ね、ご覧に入れました。角田選手はねここで2日間みっちり走り込んでるということで、まあ、そのテストをね想像しながらこの動画を参考にしていただければなと思います。といった感じで以上、現場のヨネアンでした。